天体望遠鏡の部屋。富士フィルム XT1 天体撮影準備編その1。2023年9月。2014年2月発売の富士フィルム XT1 を手に入れました。富士フィルム機はノーマルでも赤い星雲が映ると噂に聞いていたので、天体撮影用途で安いものを物色していたのですが、コメ表で精度が良さそうなものがちょうど値引きされたタイミングに遭遇してしまったので思わず購入してしまいました。しかしいざ使おうとすると色々思惑と違っていて、こんなはずじゃなかったの連発でした。地雷を踏みに行った自らの行為に恐怖してしまいました。外箱含め付属品は全て揃っているようです。外付けのフラッシュもついていますが、これを使うような撮影はしなさそうです。充電器とバッテリーです。カメラ本体での充電はできないようです。バッテリーはほぼ満充電状態になっていました。カレンダーと時計は設定済みで、そのまま使える状態でした。今回は天体撮影専用と考えていたので、新たに X マウントのレンズを用意したりはしていません。代わりにマウントアダプタを用意して、キャノン EF マウントに接続できるようにします。 K&F コンセプトの電子接点のないシンプルなマウントアダプタです。以前ソニー E マウント用のアダプタがなかなか調子良かったので同じメーカーのものを選びました。今回新しくなった4型を選んだからなのか、ちょっとバヨネットの接合力が緩い感じです。3型はガチガチでちょっとやそっとでは動かないくらいでしたが、今回のものは少し力を加えただけで回転方向にガタついてしまいます。残念ポイントその1です。とりあえず手持ちの EF レンズを装着して少し動作を確認しましたが、特に問題はありませんでした。あと XT1 は USB 給電に対応していないのでダミーバッテリーを用意しました。電源供給用の USB-PD 対応の電源アダプタと USB 延長ケーブルも用意しました。で、いざダミーバッテリーを装着してみると、なんと蓋が閉まりません。残念ポイント、その2です。キャノンやソニー用にダミーバッテリーをいくつか使っていますが、カメラ側にはケーブルを通すための逃げ口が用意されていて、蓋が閉まらないということにはなりませんでした。しかし、XT1 にはそのような逃げ口が一切用意されていませんでした。仮に、蓋を開けたまま使うにしてもバッテリーロックが緩すぎて、ちょっとケーブルを引っ張ると簡単に外れてしまいます。これでは撮影用に安心して使うことができません。バッテリー室とダミーバッテリーとの隙間がちょっと大きかったので、マスキングテープで少し太らせて内部でガタつかないようにしてみました。しかし、
根本解決にはならず、ケーブルを引っ張ると割とあっけなくロックが外れてしまいます。仕方ないのでケーブルを蓋で挟んでダミーバッテリーを押し込みつつ、半開き状態のままマスキングテープで蓋が開かないように固定するというダサい方法を取りました。残念ポイントその3です。別角度からのアトムカム2の映像です。12倍速再生の完結映像ですが、先ほどの映像と一部内容が被ります。付属の DVD からソフトウェアをインストールしています。結論から言うと、別に付属メディアからソフトを入れる必要はなかったです。公式サイトから必要なソフトウェア群は入手可能で、わざわざ2014年当時の古い世代のアプリを使うメリットは全くありません。並行して HDMI 接続の確認を行っています。カメラメニュー操作やライブビューなどをキャプチャできるといいなと思っていたのですが、どうやら再生モード時のみ出力されるだけで、スチルモードや動画モードの状態では映像信号が出力されない仕様のようです。残念ポイントその4です。キヤノンやソニーでは当たり前にできていることが、なぜか XT1 ではできないということが続いて少々面食らってます。次にステラショット2での運用が可能なのかを調べています。一応対応機器一覧の中に XT1 は記載されています。 PC 直結での動作はできず、ギアボックス経由でのみ使用可能となっていますが、丸ではなく三角表示で、動作未検証、おそらく動くでしょうという曖昧な表現になっています。三角はもし動かなかったら未対応という注意書きがあり、やや無責任な印象を受けます。まあそんな機種をわざわざ入手して自ら地雷を踏みに行ってしまう愚か者なわけです。アストロアーツ純正のギアボックスは持っていなくて、代わりにラズベリーパイ2へインディゴスカイを導入して動かそうとしています。ソニー α7S はこのインディゴスカイ経由でコントロールできていたので、同じように動く可能性は高いと踏んでいましたが、
甘かった。結論、ステラショット2では全く動作させることができませんでした。残念ポイント、その後です。ステラショットからリモート撮影ができないとなると、カメラを直接制御して撮影することとなります。しかし、X-T1 本体のシャッタースピードプリセットでは、最長30秒までしか設定できず、バルブ撮影の場合は別途リモートレリーズが必要となります。スマホ用の純正リモート撮影アプリがあったので一応試してみたけど、指定時間でのバルブ撮影はできず、カメラ本体で設定できる30秒が実質上限となってしまいます。残念ポイント、その6です。さらに映像はありませんが、ステライメージ9で XT1 のローファイル拡張シラフの現像を行おうとするとエラーとなります。これも事前調査が抜けていたのですが、確かに動作環境一覧には XT1 のラフファイルは含まれていませんでした。一般的なベイヤー配列ではない富士フィルム独自の X トランスシーモスであることが逆にあだとなってしまいました。こうなるとコンポジットパネルでダーク現像やフラット補正などローの生データを直接操作するような便利機能が使えなくなってしまいます。残念ポイント、その7です。ここまで来るとせっかく手に入れたけどわざわざ苦労して XT1 で天体撮影を行う意味があるのかと自問自答することになります。インディゴスカイに USB ケーブルで接続すると BTP オーバー USB カメラドライバー経由で XT1 として認識されます。ステラショット2のギアボックス設定で富士フィルムのチェックが外れていたので有効に設定します。下側の情報リストに XT1 が列挙されています。カメラ選択でギアボックスから XT1 を選択します。接続を行うと接続中となりました。しかしライブビューに切り替えるとエラーが表示されます。またカメラタブに切り替えると露出やゲインが完全に空欄になっています。 XT1 本体の USB モードはデフォルトの MTP-BTP の状態です。これをリモート撮影用モード BC シュート自動に変更してみます。インディゴイメージャー内で XT1 への接続ができるようになりました。画像サイズがリストに列挙されていてカメラ側から情報を取得できているのがわかります。しかし、プレビューや撮影には失敗してしまいました。そして、この設定で、ステラショット2でのカメラ接続を試すと、今度は、なぜか、アプリケーション自体が消滅してしまいます。何度も試しましたが、同じ結果となってしまいます。純正のギアボックスを使用していないので、もしかしたらギアボックスなら動くのかもしれませんが、インディゴスカイでうまくいかないものが正常に動くように修正されているとはちょっと考えられません。
アストロアーツのサポートに問い合わせもしてみましたが、あまり積極的に対応しようとはしてくれませんでした。まあ、純正ギアボックスを使っていないので、そのあたりは仕方ありません。念のため、XT1 のファームウェアのバージョンを調べましたが、現時点の最新版 5.52 が、すでに導入済みということが分かりました。ファームウェアが古くてエラーになっているということではなさそうです。ステラショット2の動作確認表で、富士フィルムのカメラが列挙されています。XT1 はギアボックスのみで制御可能です。ただし、三角表示で未検証、動作しない場合は未対応となっています。つまり、ここまでの検証結果から、XT1 は未対応である可能性が高くなってきました。イベントビューアーを確認すると、アプリケーションのエラーログが記録されていました。残念ながら、このエラーログだけでは、実際の原因までは特定できません。USB モードは、3種類から選択が必要ですが、どれもいろいろ制約があるみたいです。デフォルトの MTP、BTP から DC シュート自動に切り替えて、PC からのリモート操作が行えるようにするのが正解と思われます。しかし、画質設定で RAW を選べなくなるという記述もあり、そうなるとリモート撮影できても、あまり意味がなくなってしまいます。いろいろ罠がありすぎて、XT1 での天体撮影運用は、半分諦めモードです。続く。